ビデオカメラのデータ復旧を行いました。千葉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは日立 DZ HD90 HDD エラーが発生しました。初期化しますか？と表示され、今まで撮影したデータがすべて消えてしまったという状況です。データ復旧処理を行い、必要な動画データおよそ5時間の復元に成功しました。